じゃあ2番目、背伸びをしながらの歩行ですね。タケノコ運動をしながらの歩行。じゃあさっきの通りタケノコ運動の姿勢します。まず背伸びはさっき言った通りすごく高く、そしてお腹を反らさない、はい、その状態で背伸びグッと。でその時のポイントで、まあ、お腹を反らさない、お腹を前に出さないっていうのもそうなんですけども、この横にずれないように気をつけながら、はい、この状態でやってるとだんだん視線が近くなってくると体が前に倒れてくるので、少し遠くを見せながら高く、はい、それでだいたい歩かせます。はい、10メートルから20メートルぐらい、はい、そしてそれがよくできるようになってきたら、少し膝を高くしながら歩かせる練習もすると面白いです。もう少し上げながら高く。